いてよろしくお願いします。今回は小学校5年生の算数、円の周りの長さ丸2をお送りします。で、前回ね、丸1で円周のね、公式やってもらってね、そこで覚えてもらったと思うんですけども、まあ、それを使ってちょっと違うタイプの問題をやっていきます。いいかな。で、全部で今回は7番までだね。1番から7番までなので、できそうな子はもうね、動画止めてやってみてください。で、俺は早速説明始めていきますので、ちょっとね、自信のない子はぜひ一回見てみてください。いいでしょうか。ではね、早速サクサクやっていきましょうかね。では、よろしくお願いします。で、今回ね、どんな問題かっていうと、学校の教科書または計算ドリルで必ず見ると思います、これ。なんかうねうねなってるやつね。これは何してるかっていうと、2パターン問題があってね、直径がだんだん増えていくパターンと半径がだんだん増えていくパターンに分かれます。で、今回は半径にしました。俺の問題はなぜかって、半径の方が難しいからね、直径の方が簡単なんだけど、今回は半径です。半径が 1,2,3,4 って増えた時に円周はどうなるでしょうかっていう問題。いいかな。で、これはもう前回の動画をね、見てくれてれば余裕です。で、一個ずつ式をね、言っていきます。円周の公式は直径 ×3.14 だよね。ってことは、半径が1なら直径は2でしょ。半径が2なら直径は4、半径が3なら直径は6、半径が4なら直径は8ってなるから、 2×3.14 だよね。 4×3.14、6×3.14 で 8×3.14 です。それをね、ぜひ筆算でやってみてください。で、答え書きます。 6.28、12.56 の18.84、25.12 です。表の中なんでね、ちょっと単位は書きませんけど、こうなります。で、この表から円周の長さね、は半径の長さにほにゃららしているのが分かります。何してるかっていうと、これ比例してます。これちょっと曲がっちゃった今にね、比例しているのが分かるね。あと、半径が1センチ増えると円周の長さが何センチ増えるのも分かる。これね、図で分かります。じゃあね、表で分かるんだけど、1ずつ増えてるでしょ、こうやって。そしたら、いくつずつ増えてるのかなっていうのをね、求めればいい。で、まあ、どこやってもいいんだけど、例えばこっからここいくつ増えてるって調べたかったら、これからこれ引き算すればいいよね。 12.56-6.28 みたいな感じでね。そうすると、これ答え 6.28 センチになります。こっからここ引き算してもいいしね、こっからここ引き算してもどこでも大丈夫です。いいかな。こんな感じです。サクサクきましたね。そして7番いきますよ。これね、これはですね、どういう問題かっていうと、この円とこの円、2つあるよね。この2つの円周の長さの和、まず和だよね。これ足し算って意味だからね。足し算は、半径が何センチメートルの円の円周の長さと同じになるでしょうか。つまり、これとこれとこれのね、やつをくっつけたら、どのぐらいね、どの大きさの円の円周になるかっていうのを聞かれてます。ごめんなさい、今ちょっときな粉が暴れてるんでガサガサ言ってますけど、気にしないで。いきます。で、どうやるかっていうと、まず2つの円周の和を出さなきゃいけないでしょ。これとこれ足したらいくつだよと聞かれてるから、これとこっちね、の円の円周出しにいきます。もう公式通りね、いくよ。こっち半径、半径だからね、半径が3なので、直径は6だから 6×3.14、 左側はね。で、これやると 18.84 になる。で、右側は半径が4だから直径は8、 8×3.14 になる。で、25.12 だね。で、これを長さの和はってまず聞かれてるので、この2個足し算します。で、足し算すると、ちゃんと書こうか、 18.84 足す 25.12
ね、これ2つ足すと、やべ、何いくつだっけな、 43.96。 いいね、これが今和です。いいかな。で、いくつの半径のやつね、円をやったらこの円周の長さになるかってことを聞かれるから、これで前回の動画のある公式を使います。円周が書いてあるとき、直径はっていう公式がこの辺にあったんだよ。直径は円周割る 3.14 だったよね。で、それを計算します。いくよ。だから円周がこれになってるから 43.96 割る 3.14 です。で、これ計算すると14になります。で、今これ前回の公式でちょっと書くよ。公式、円周割る 3.14 は直径なんだよね。いいね、つまりこれ直径なんです今。でも出すの半径でしょ。だから最後にこの14、長くてごめんね、14を2で割って7センチ、これが答えになります。いいかな。今回わざとさ、式を丁寧に書くために一個一個分けて書いたんだけど、もちろんつなげて書いたりちょっと工夫してもいいからね、そこはお任せします。ただこういう問題のやり方がちゃんとわかるかどうか、そこは大事なんでね、ぜひ覚えてください。いいかな。でも新しい公式とかないからね。では今回は小学校5年生の算数、円の周りの長さ ② をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。そしてこれで円は終わりです。次は分数の掛け算割り算、また計算だね。この分数の掛け算割り算がね、超簡単なんだよね、すげえ簡単なんで、もしよかったらね、そっちも見てみてください。それじゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。